うん、えお部屋が汚そうランキング。<お>お さあ参りましょう。えこちらですねだもう予想します。いやねだお部屋が汚すまあでも兵長は入ってないでしょ絶対入ってないですね。ああでね兵好きですからまあでもやっぱ兵長汚かったらもう説得力ゼロですね自分はいいみたいな人いるじゃないですかでもああでもそのタイプかもしれないいますよねそういう人ねでも汚いのはえヒロだよ絶対ヒロスの君今に今にねですね違う違ういやいや神はヒロしかあ ええカミラさん、えヒロ。が汚そう違う違う違う。リヴァイ。あ、がが汚そう。うん。あ、ほんですかうん。ちょっと、見てみましょうか、早速ね。はい。あの第三位、サシャ。 あ食べ物のそう食べ物ことがいっぱいで掃除まで頭が回らなそうだからカップラーメンとかのからそのままパターンやなそうだねでも逆にすごい綺麗に食べちゃうからそんなにお部屋でもないかもよゴミは転がってるがんか菌が湧くようなものはないみたいな食べ残しがないとね台所だけ積まれてるとかねあああだなそれもゴミはすごいけど女子 だからなんか「うわあ綺麗な部屋だね」っつって入って「ええ何料理作ってくれんのじゃあ」っつって入った瞬間「ああうんちょっといいかな」ってこの進撃の世界観に出てくる食べ物であればそんなねさっき言った僕が言ったような残るものってあんまないでしょうから焼いて全部ね骨以外は食べられちゃったりさっだったら骨も食べちゃうけないそう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 骨まで食べらうち意外と綺麗かもしれないねいじゃあ第二ですね。 コニーに、え、サシャと部屋の汚さを争ってそうだから、争わねえよ。理由がなんか、そう。サシャ、サシャの。サシャありきだもんね。なんかそれがちょっとある。んなのサシャとそういう関係そういう関係というか、まああの、ちょっとね、あの、同じ同類というか、なんかそういう関係で、演じてる本人としては、コニーはどういう掃除具合だと思いますかえ普通。 えちょっと衣類が散らかってる程度衣類衣類そんなないでしょまあ衣類あのないですけどこう例えばこう下着下着とかこうちょっと積んじゃうとかあそれはあの履いた後の下着履いた後のやつとかやだ洗濯カゴに入れないパターンのやついやだいやだいやだあら布の中に丸まってるやつねドとかねあるかもしれないロミちゃんはすごい綺麗好きですかいいえあれあれ ロミちゃんは、ロミちゃんロミちゃんは、ロミちゃんロミちゃんロミちゃん食べ、食べ、でも食器とかほら、使った後の食器とかどうですかロミちゃん、ちょっと人のこと言ってますけど。いや、ロミちゃんはすごいよ。何がやるときあるけど、やらないとき本当やらないから。もうびっくりした。あ、まかあります。あ、じゃあもうそういう感じかもしれません。第一、ハンジさんです。あれあ 部屋中が巨人の資料で足の踏み場もなさそう。ああ、確かにね。あと多分、それこそ、やるときはやるけど、そう<ー>するときはするけど、多分、リヴァイにこう、兵長に叩かれて、でも兵長ももう、ハンジさんの部屋は諦めてそうだね。諦めてる可能性もあるので。うん だからもう本当年に一回レベルとかねうわー言われてみればそうかもあのね私今絶対判事じゃないかと思ったんですけどあれわかりますすっごいわかります超汚いと思いますなるほどね見てるのかなそうなんです自分のやることにしか興味がないなるほどねまあそうですね研究さえできちゃえばいいっていうねそうなんですよ掃除するのが時間もったいないじゃないでもなんかすごい 綺麗好きなイメージ、ロミちゃんにある、あるありますけどね。どただ、なんかね、今のがね、うん、あの、ロミちゃんのセリフなは、言葉なのか、うん、ハンジさんの言葉なのかがわかんなかった。混ざってきた。今一瞬混ざったね。 すごいですよ。マジっすか。ええ。<の>えー、本当に今さにお前の <laughs> 本当ですか。お前はいい車乗る必要がないんだ。<laughs> リゾンぐらい散らかっている、ええ。散らかってるなんてもんじゃないな。あら、そうなんですね。はい、意外ですね。はい、人は見かけによらないと言いますか。はい、まあ。ただ。